4月の18日19時からバックコートからフロントコートへのボールの運び方を担当する安田隆之です4月19日日曜日19時よりマンツーマンアーリーピックアップを担当する浜永健です4月20日日曜日チームにおけるトレーナーの役割を担当する須田昌平です4月21日火曜日7時 ゾーンディフェンス、えー、2-3ゾーンディフェンスについての考え方について担当します渋沢秀則です4月22日水曜日19時からゲームモデルとゲームプランの組み立て方を担当します上野恒夫ですステ,ステイホームコ,コロナに負けるな